中野人ゲノム、実況中は、お空による日本の漫画。ピクシーフコミック内のサービス、ジーンピクシブにて、2014年10月27日より、連載中。謎のフリーゲーム、中野人ゲノム。クリア寸前で、ゲーム実況者が行方不明になると言われ、失踪ゲームとも呼ばれる。ナチュラル実況で名を馳せる、ゲーム実況者、イリで赤月が、 中野人ゲノムを実況していると、お迎えに上がりますと、メッセージが出る。暁が目を覚ますと、そこは、中野人ゲノムの世界。イリデはそこで、皿屋敷カリン、鬼が、先開国と出会い、第一ステージをクリア。そこへ、監視役を名乗るパカが現れる。課せられたタスクは、数ある、リアルゲームを、クリアして、再生数1億を達成すること。イリデたちは、 かけるドアンや、押しぎりざクロ、いなよう、ひみこ、あうまきの、みち、森ゆずの8人で協力し、ゲームクリアを目指す。声は、テレビアニメ版の声優。2018年5月にアニメ化が発表され、2019年7月から9月まで、ATX、東京 MX 他にて放送された。突起がない限り作曲、編曲は、佐藤淳一。 OPED 挿入か、中野人毛の村地を配信中、どうか死ぬ気で聞いてくださいませのタイトルで、2019年7月13日から9月29日まで、おと泉にて、各週土曜日に配信された。パーソナリティは、パカ役の津田健次郎。ありがとうございます。